ついに走行テストめっちゃ怖いもん知ってバイク自体久々だからもう怖すぎる。ニュートラルマジで入れずれ入ってった。いやーもうとにかくねバイク自体が久々すぎてもう怖いっす。というやっぱあれだな、メーター暗いね。ランプがメーターライトついてはいるけど、うん、まあ見えるからいいけどさっていう感じです。じゃあとりあえず今こうしてライトが点灯して、とりあえず普通にこの電圧が普通に出るみたいで、ギア点もそんなに言うて悪くはないかなって思います。とりあえず今がちょっと2000回転ぐらいで 13.1V ぐらいをキープしてるから、まあ低くは低いっちゃ低いけどちょっとあれだな、なんかまあ心配ってわけではないけど、ちょっとなんか電圧低い気がするけどね。やっぱでも2000回転でもうこんな速度出るのか、ちょっとだとあれだな、まあバッテリー電圧異常は出るっちゃ出るけど、もうほぼほぼなんていうの、なんか余裕持って充電してる感じじゃないから、これ大丈夫なのかな電圧本当に。であとなんかあれだな、やっぱギアが全く減ってないんだろうなって感じ、なんかこう意味わかるかな言ってること、なんかギアの遊びがほとんどないから減ってないんだろうなって感じですね。いやなんか言ってることは同じなんだけど、なんかこのアクセルを緩めたらガコってこのなんていうのギアがこう入る感じっていうんですか、本当にこのギアの消耗がないんだなって感じがします。ただあれだな、電話の時も 12.8 だったな、ちょっとおい、でもやっぱブレーキ効くなこれ。でもちょっとこの怖いな、やっぱりこうして、あでも一応な、まあ、まあ走りはするけどなんかちょっと雰囲気なんか雰囲気っていうか、あでも 14.5 だったな、なんだろうねこのなんか電圧がこう、ただあれだな、このアクセルのこの反応が良すぎるのか、なんかその難しいなって感じです、このなんか安定してこう出すっていうの、はい、あれかな、ハイスローのせいなのかな。今こうしてね、なこの一応は普通に 13.5 とかまで行くか、なんかこの運転がなんか難しいなって感じですよ、このアクセルワークがね、なんかめっちゃずれてたアクセルワークがなんかむずいなって感じがします。おーでも速いな、やっぱこれちょっとトルクが、ちょっとじゃあこれ止まろうか、少しちょうどこの辺に電圧がね、ちょっとこのしばらくこう動かすとか、あと暖気とかもね、やっぱもう50度か、てか全然このニュートラルマジで入れずれ、いやこれやっぱニュートラルむずいな、あとここに外にこう運ぶだけでも大変マジでこれ全然入んない。でライトはついてるねちゃんと、やっぱあれか、止まってるときはそれなりに大丈夫だけど、うわ全然ニュートラル入れられない、ちょっとマジでこれニュートラル入んねえよ。いや今1速2速を行ったり来たりしてるんですよね。今この話を続けたいんだけど、止まってるときはやっぱあれ、走ってるときはそれなりにやっぱ電気使うから充電がなんか追いついてないって感じしますよね。いやもうちょっと待って、もう一回切ろう、ちょっとこのニュートラルがちょっと眩しい、あとはどっちにしよう、つけないと分かんねえ、うわ分かんねえこれ、これニュートラル、あれでした、あれチョークスタンドかなんか、あれえ嘘、ちょっどういう、えなんで、あそこそこいやもう焦るわマジでそうだよこれキルスイッチね、今なんで噛んなかったんだろうってびっくりした、あーもう焦る、ちょっと落ち着こう、ちょっとこの角度も怖いよね、なんか今この電圧わかんなくなってんな、大丈夫か、
すのも大変だな、これ。今 12.8。 あれ？あ、上がってきてる？なんか電圧低くなってきたね。あ、今14になった。なんだこれ。なんか電圧のこの数字なんか安心できないな。ちょっとしばらくこれで様子見てみようかな。ちょっとあとはこの位置を調整したり、アイドリング調整するやつ持ってきてねえな。まあ、マイナスドライバー突っ込んでここの横でやるんですけど。あ、今電圧大丈夫だな。さっき何だったんだろう。安定するまでなんかあんのかな。だからこのいわゆるこのまま走って大丈夫なのかとか、一回今バッテリー電圧みたいなこの状態で一回ライト切ってみて、12.9、まあ充電をしてるかで普通にかかるか、じゃあ大丈夫かな。で今普通にこう充電が 12.4 とかまで、14ボルトとかまで上がるから、え、でもやっぱなんか上がりが悪いな。何なんだろうなこれ。なんか充電したりしなかったりするような気がするんだけど、気のせいか。あ、今するか。このまま走り続けて大丈夫なんかな。でも実際今切ってみたら大丈夫だったんで、じゃあこのままちょっと進んでみるか。でこれマジで怖いんだよ。でバイク乗るのも久々だから、いやーちょっともうなんかドキドキが止まらんわとりあえず一周しよう、いつものコースを。まあ、とりあえず走れることは分かったんで、それ以上結構トルクフルですよね。思ってたよりもあと静かなんですよね、めちゃくちゃだ。結構静かだからなんかうるさいなって感じは全くしないです。怖いなこれ。それやっぱエンジン熱ってすごいんだなって思うのが、やっぱそういうなんか温度をなんか前から感じるっていうんですかね。なんかアクセルの好きってやっぱあれかな、ハイスローのせいでそう感じるのかな。なんか今ハイスローがその操作をギクシャクさせてんのか、うん、そうでない単純にこのパワーがありすぎてレスポンスがすごくいいとかなのかな。だからこれ走ってる時にニュートラル入れとかないと、もう止まってる時に入れられないなこれでこうやってちゃんと入ってるかって確認しないと。でニュートラルのランプがついてるけど実は一足入ってたとかなったら、止まった瞬間演奏したりとか、その演奏に持ってかれるとかしたら怖いからね。でプッシュスタートのプッシュ式のクラッチなんでやりやすいです。いやー早くちょっと緊張を抜きたいね。もう久しぶりのバイク乗るっていうのもそうだし、初めてこうしてバイク CBX 線で走るからいろいろ分かんなさすぎるというか、ただね重たいんだなって本当分かる。この曲がった時になんか自分のこの自重でなんかこの角度を持ってかれる感じがすごいするんですよね。だからそこが嫌だなっていうのと、これ何なのかな、自分の勘違いだったらいいんだけど、こうやってハイスローのせいなのか、ちょっとこうアクセル緩めたらすぐこうやってなんか減速してくる感じっていうんですかね。そこら辺がなんかこれがなんていうのかね、 重すぎてこう自分の重さでブレーキがかかるのか、単純にこのハイスローでこのアクセルワークがシビアなのか、どっちなんだろうねっていう。いやーなんかな、ヘッドライトがあれかな、後軸がちゃんと合ってないのかな。一応これで何回かこうギアを入れたりなんかこうやってやったりしてギア馴染ませないと、マジでこのなんていうの、引っかかりってなんかこの馴染みが出ないなって。だから馴染みが多分出てないぐらい、なんていうのかな、ちゃんと乗ってないバイクなんだろうなって思います。だから新車みたいな、まあ実質新車ですみたいな感じで買ったんだけどね。まあ本当かよって話するんだけど、ただやっぱこれ後軸がむっちゃ上向いてるかも。これ直さんとな。ちょっと今行こうか。加速もすげえいいな。だこれなんかこうね、下手こくとこうなんていうの、持ってかれる感じっていうんですか。だからこのなんか重さですごいこのハンドルが切
切り返される感じっていうんですかね、そこら辺がすげえ怖いなって感じがします。で、あと走ろうと、速く走ろうと思えば速く走れるみたいな、そういうところがまたこのバイクの怖さでもあるかなって、まあ、実際これ100馬力あるんじゃなかったっけ、でここ本当怖いな、でスピードが乗ったまま走ると止まれるのかなっていう、おいや速いな、やっぱこれアクセル入れた時のこの加速が結構なんかもう、まだ全然余裕でしょみたいな感じのフィーリングですよね。もっと走れる、もっと加速できるよみたいな、いやまあ大型バイクだから当たり前なんだけど、なんかもう怖くてちょっとなんか上げらんないね。今3000回転で 13V でしょ、まあ、どっちにしろこのオルタネーターが発電してる電気とこうしてなんていうの、やっぱあれだ、なんか何の音だこれ、なんか音聞こえ、気のせいか、なんとなく、これバイクの方かなってる、なんかあの3速でカラカラで、なんかこのいわゆるクラッチミスっていうんですかね、ギアのなんか入れるのをミスると、なんかあのカラカラカラってなったら3速ね、なんか今3速目かな、なんかそのあれ、その時のなんか音なのかなっていうのかして、ちょっと今なんか違和感あったんだけど気のせいかな。だからこのクラッチがまだやっぱなんていうのかな、まだ馴染みが出ないと、ちょっとなんかその異音というか新車特有のなんかこの切り替えにくさみたいなのがあるのかなっていう、ただそれだけなんですけど、特になんか異音は気にならないか。ただなんかこの電圧ね、電圧がなんかすごいなんか13V で止まったりとか、なんかそこら辺が気になるんだよね。であとニュートラルのこの入れづらさね、うわーニュートラルが、マジニュートラルが、あーもうダメだ、ニュートラル入れきれない、今入ってんの、ニュートラル入っててるか、大丈夫か、ニュートラルが入ってんのか入ってないのか分かんないんだよねこれ。いやー、ふぅーとですもう緊張するわ。あとこれ片付けもね、だこれを店の中に入れないといけないから、重たいんだよね、押して入れるかエンジンかけて入れるかでそのやり方がいろいろ変わるんだけど、ただこの乗った状態でエンジンかけてもうグワッていって進んだ方がいいのか、押して入れた方がいいのか分かんない。ただこれって足つきがね、今足ちょべったりではあるけど、こう足つきね、自分のこの身長とべったりはするけど、ただ余裕がないんですよ。だからこれお店入れる時にこう坂をこうグッて坂登るから、登った時に体勢崩したらもう床に足つけれる余裕ないんで、その時はもう右か左かに倒れる可能性が高いんですよね。押して歩けば最悪踏ん張りはするから、それも含めてまあ安全なのは歩いて押すことだけど、だけどそれで歩いて押すと今度は自分の力だけで上げられるかが超不安とか、一回上げたは上げたけどめっちゃ大変だったからね。あ、今 14.4 出てるな、なんだろうねこの出るのと出ないの差って。だ加速コースだけどちょっとあんまり怖いからさすがに思い切り上げられないけど、おーおお、なんでこれ加速ポンプか、今5000回転からの加速びっくりしたな、おなんだこの5000回転からのもっとなんか押し出す感じ、なんなの、いやこれ化け物だな、今なんか2段加速っていうのだ、この加速ポンプついてるじゃないですか、なんか4000半分ぐらい、4500ぐらいからは普通の加速で、5000からもう一段なんかこのブーストされる感じってのは、いやびっくりした、今乗っててびっくりした、何これみたいな、何でも音するな、このシャッ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 みたいな、何の音だろうこれ、これどっかから鳴ってんな、何の音だろう、なんかの馴染みが出てないのかな、なんかが吸ってる音だな、これこれエンジンの音とかじゃねえな、ブレーキとかかな、ちょっと待ってね、ブレーキ、あ、ブレーキかけたら止まるな、なんかこの今ブレーキかけてんだけどやっぱ鳴ってるな、ちょっとこれ音聞こえてるかわかんないんだけど、なんかね多分前ブレーキからパッドが暴れてる音かな、これ後ろブレーキは全然めっちゃ効くな、そもそもこれ後軸がめっちゃ上向いてる直そうこれ、だからなんかね、で温度はね今のところちょっと、まあ今自体はそんなに
寒くないからっていうのも、まあ、別に寒くないか、一応なんか90度ぐらいで安定はするのか、多分ね、今の感じだと80何度落ちてきてはいるから、もう一周します。とりあえずね、ある程度温度がどんだけ上がってくるかっていうのを見たいよね。バスが前に止まっちゃうか、これ追い越していいのかな、一応ちょうど赤信号か、じゃあ温度がどんだけ上がるのかとか。うわ、ニュートラルマジで入れづらい。今入ってんのか、ニュートラル入ってないでも途中で青になるから、このニュートラルどうにかしたいな本当に。あとギアを何回かこうして、多分ねこれ4速5速まで使うかな、意外と。でも2速3速で走ってても走りやすいかも。だからか、2速3速で走るからエンブレが強い分、こうしてアクセルワークがよくかかるんだろうね。ちょっとこの辺でまた止まろうかな、ちょっとこのもうちょいアクセルがいやこれマジで全然ニュートラル入んない。ちょっと一回止まる、あ、ちょっとあれかな、あ、そうでもないかな、若干クラッチつながってるかな、なんとなくだけど引っかかってる気がするな。動いてる、もしかして。動いてはないけど本当に気持ち吸ってるんだろうなっていう、なんかこの動いてはないか、動いてはないね。ちょっと一回切ろう。で、ニュートラルが、あ、来た来た、よし。で、ここの角度怖いね、坂道すぎると。こう、ちょっと後軸直します。お待たせしましたと。じゃあ今度はキルスイッチつけてない、あ、大丈夫か。で、まあ温度は、あとは今、あ、まあいいや、とりあえず普通にエンジンをかかると何回かこうして止まったり しながらね、よいしょ。で、電圧も全然問題ないと。なんかね、この電圧がね、走ってる時なんか安定しない感じがすごい気になるかなって思うんだけど、で、油温はだいたい90度くらいで安定すんのかなって感じですよね。もう気持ちちょっとあれだな、アクセルじゃない、クラッチマギア張らないと微妙だけど、なんか今でいいかもしんないけど、なんか若干余裕がない感じするよね。この今もう握り切って完全にもう分離っていうか、なんていうの、もう1ミリも隙間もないみたいな感じになってきてしまう。もうニュートラルマジで入んない、硬すぎるな。なんかこの若干このガタガタする感じがバケオンの時にあった、ちょっと若干つながってる現象ですよね。あー、やっぱ硬いな。温度が高いと硬いとか関係ないか。今は別に、あ、これ40キロ大丈夫だ。いや、これね、メーターの数字見づれー、マジで。これちゃんとこの電球はついてて見えるんだけど、もうあの明かりが一応この針の向きでわかるけど、何キロ刺してるかとかそれはわかるんだけど、やっぱこの見づれーでくれーで、こいつ危ねえな。何、もうじゃあ逆走自転車、本当にどうにかしてよ、本当にもう 法律で。むしろ何だよ、超迷惑ですよね。あ、後軸直したんでこれだったら大丈夫そうです。まあ直ってるで、まあ、こう自分で後軸の機械で合わせたわけじゃないけど、さっきはもうめっちゃ上向いてたから、あ、大丈夫か。温度がね、でも実際今もう95度か。うわ、やっぱこの左曲がるとき怖いな。このすごいこの持ってかれる感じが、あんまり角度がすごいと持ってかれちゃうかもね。今がだいたい4速か、わざと今4速入れてみたんだけど、使わないところも使わないとなと思って、あとちょっとこのブレーキとかもなじませようとか、マスターシリンダーは変えてたりとかするしね。ニュートラルマジでずれーな、この力加減がマジでわからん。いや、もう結局入れられなかった。あれ、今入った、ダメだ。いやー、もうニュートラル入れられん。え、なんだこれ、大丈夫か。なんかやっぱミッションが気になるな。
あれなんだ、今なんだろう、2速発進してたな。でも2速でも全然違和感なく走れたね。いやー、しかしまあちょっとな、後ろブレーキめっちゃ効くな。これはもう渡るのか渡らんのか。よいしょ、この加速がすごいね。あ、今いけるか。で、今この夜なんで、で風もあるしね。で、このちょっと温度がどうなっていくのか。もうミッションのこの硬さが異常だな。あ、今入った。うん、でも大体こんなもんか。やっぱ走り続けないと温度の上昇がちょっと早すぎるな。だいたいやっぱ100度前後か、今の感じだと。風が吹けば温度は下がるけど、この特に昼間ね、昼間で走ったらなかなかしんどそうだなこれ。それにこのニュートラルが入んない時のこのなんていうの、大変さというか、なんかもう実質これバイクじゃないやなあのね、いわゆるあの CBX1000 をあの YouTube とかの動画で見た人は分かると思うんですけど、あの音まで上げようと思ったらむちゃくちゃ速すぎて、あの無理だと思います、走れません。だあまりにも速すぎて、あの音もう F1 サウンドみたいなところまで持ってくのは無理だと思います、これ速すぎて。ただ実際こうやって走る分にはすげー楽なんだけど、その重さを感じないんだけど、もうそれだけですね車だね本当に。もう実質車ですこれ。なんか音静かだし、このたった2000回転ぐらいでめっちゃ速いし、だからもうなんていうの、この本当になんか、まあ言い方よくないけど、つまんない大型バイクなのかもしれない、この回せないからって理由でね。でもめ、いや100度いったな。このギアマジ硬いな。もうどっちかっていうとこのアクセル入れなくても全然走るね、クラッチだけで。今アクセル入れたけど、多分アクセル入れなくても走れると思う。いやー、しかしこれ、まあとりあえず電圧とかはまあこの感じだと大丈夫そうです。今もなこの今は2000回転で普通に 14.5 とか出てるから全然いいんだけど、さっきのね、なんかこの13ぐらいしか出てなかった、あの感じはちょっと気になるんだよね。いや、びっくりした、電気が、隣の電気が消えたから、なんか自分の電気が消えたと思った。とりあえず帰ったら普通にこのクラッチワイヤー貼るとかして、あとはあれだな、このなんだっけ、なんかあったっけ、ないやとりあえずね、この状態だったらまあ普通にツーリング行っても問題なさそう。とりあえず夜走らないとね、ライト消してたらなんかおかしいとか、それだったらさすがに見直す必要はあるにしろ、ただ実際このままだと大丈夫そうだな。温度がな、どんだけだよね、この今この夜中っすよ、夜中のどっちかというと今涼しい方っすよ、涼しい方でこの気温がもう100度いって、でも一応下がりはするけど、これ昼間ダメだろうな、ダメだろうなじゃなくて、昼間多分これまともに走れないんじゃないか、温度高すぎて。だちょっとその辺が不安だよね。左曲がるときとかになんかこの持ってかれる感じがめっちゃ怖いから、もう喋れんくなる。でもこれ2速でも意外とトルクあるからね、めっちゃトルク太いから、なんか CBX にトルクないみたいなこと見たけど、全然そんなことないっすよ。いけるか、今2速でも、うわ2速でもめっちゃ加速する。やべやべ、いやこれもう怖くて回せないっすよ。いやーでもどうだろうな、これとてもじゃないけど、今これで40キロでしょ、あのメーターで、あの40マイルで差すと60キロぐらいになるから、いやーでもこれ回せないな、もう怖すぎて。おおおお、本当だマジで、なんか、まあ、もうノーマルマフラーだからってのもあるけど、本当にすごいですね、この
簡単にこのなんていうの高回転まで回るし、なおかつなんかもうレッドゾーン前はなんか本当になんか F1 っぽいなんかうわーんって、まあ F1 みたいに言い過ぎだけど、でもなんかすごいなんか吠える感じにしますね。今一速、ちゃんと一速だったかなこれ。でもちょっとまだあれだな、重たい感じがするからちょっとまあそんなに吹かさないですけど、あ、まだ一速だったな。いやーでもまあ実際まあ走れただけでもまあ嬉しいっす、久々すぎてね。いやーもうはいとりあえずじゃあこれから家に帰って、もう本当にもう本当に不安なんだけど、その家っていうかまあもうお店に入れるまでがね、その入れるまでがめっちゃ大変なんですけど、まあとりあえずもうやるしかないよねっていう、外に置くパーでも行かないし、とりあえず普通に走れたんで良かったです。とりあえずもう気を抜かないで走りますけど、いやもう怖すぎる。ただ全然行けますね。ただうん、もう温度だな、気温これ本当にやばいかもね、この温度だと。油温が全然平気でこんな100度いくんで、でこんだけ涼しいのにね、だったらもう暑い昼間の夏場はもう地獄っすよこれ。自分もそうだけどバイクもね、だ大丈夫かなまともに。まあどこまで許容なのか知らんけど、温度ってこれ大丈夫かな。だからもうその辺も含めてやっぱもう怖くて、2速ぐらいでいいかもしんないもん。だってこれアクセルほぼ入れてねえんじゃないかな。あれはなんかもう本当にメインジェット使わないぐらい速いっすよこれ多分ね、このアクセルのこの角度的にはね。いやーでもよかったよかった、楽しかった。でもなんかこれライトのなんか明かりがなんか違う気がするんだよね。こんなもんなの、なんかこのライトのなんかこの光軸っていう、光軸っていうかなんかライトの光量というのか、 LED でもなんか暗い気がするよね。うわーもうこのもうマジで硬いミッション、もう入れられなかった。もう若干つながってるせいかな、このウーバーイーツかぶりそうだな。まあいいや、はい、じゃあそんな感じでした。じゃあまた次回の走行テストも楽しみにしてください。ではでは、ご清聴ありがとうございました。